り上がり。スラパチステーション、はい、というわけでおはようございます、いつもです。この10回実戦、今までにないくらいガチ、はい、ガチ丸というものを皆さんにお見せしたいなというふうに、今日はね、服装普通でしょ、まあそんなレベルは高くないですけど、昨日寝巻きのまま来ちゃったんですよ俺寝巻きのまま来ちゃったんですけど、まあ今日はちょっとなんかこのセーターとかなんかこしらえちゃって、てなわけで、今日 D ステーションっていう、 D ステーション姫路店さんっていう、お店さんに来てるんですけど、まあ、初めてさんって何や、初めてですね。D ステーションさんにこれから多分めっちゃ1個とか増える気がするんですけど、わかんないですけど、の一発目なんで、めちゃめちゃ僕は期待してます。わかんないですけどね。で、まあ、割と100、まあ、どれぐらい今人数おんねやろ、なんかパッと見た感じそんないないんですよ、多分500いないですよね、多分分からんけど、まあ、一般の方が結構多くて、でも僕は抽選なんですけど、案外これいけんじゃねえのかなって思っちゃったりなんかしてます。まあいい番号引いたらもいいんところ、で、まあ、勝ちに行く立ち回りっていうのを、したいなというふうに思います。番号悪ければパチンコスタート全然上等、強いんで僕、前の僕と違いますからね。今日カメラマンさんがちょっとね、バイトリーダーのバイト選手なんですけど、バイト選手ってないねって話じゃない、そうそう、まあまあ今日はね、いいところを見せて帰りたいなというふうに思います。とりあえず今から抽選いきましょうか。あ、これですか。はい、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ギリギリ座れるんちゃう。ありがとうございます。ノーリアクションやこれよし行こう。で、大事なことなんですけど、成り上がりするの忘れてたんで、ちょっとやろうかなと思ったんですけど、やめときます。勝ち丸なんで、ね、あ、分かる、やばい、ちょ、くしゃくしゃなんですよ俺。あ、すいません、ごめんなさい、なんか、あ、失礼します。はい、すいません、はい、312番、かわいい好き。あ、やべ、配置がわからん。あ、こっちだ、はい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 、なるほど。じゃあバラを見ます。あーっと、やばいか、これがバラの筋かな。だ、数理のは取れるな。いや待って、数理のはいつでも取れる。これ奥入ったらどっちもハマるぞ、これやべえ、これやっちゃった、これやっちゃった、戻れ、あ、やばい、あ、やばい、数理のいくか、数理のいくか、とりあえず数理のいこう、とりあえずね、はい。あのね、中入ってちょっと見てたんですけど、ないんで、バラでもちょっときつそう、もう多分残りジャグラーしかないんで、とりあえず釣りながらスタート、まあこれで勝負決めちゃってもいいんですけど、頑張りたいなと思います。あ、成り上がり、右と左間違えた、成り上がり。はい、というわけで釣りのですね、久しぶりだなこれ、あいつの、いやだ怖いよマジで怖い、勝たなきゃいけないんですよ俺は。いや、ガックンしたなこれ、待って、まあいいや、あまり気にせず
正直設定カンパなんかできる気もしないんで、あまあできるか、まあ、めちゃめちゃ簡単だと思うから。ただやっぱりまあスリノはね設定うんぬんじゃない感じがするから、いかにこのこいつをね揃えられるか。でも異様な学会だったら今マジで設定援護とかしてんじゃない。でも設定援護が持つされてるんだったら基本的に僕が思う数に乗って世の中のホールは1なんですよ多分ね、知らんけどね。その状態、その常にやっぱ1の状態の台がもし設定変更されたならばあんじゃないこれ。まあまあ簡単ですよ。まあ単純明快で分かりやすいですよね。中身はすごく複雑なんですけど、要はトマトに多く含まれてる成分であるリコピンを感じる。リコピンプッシュでいきましょう。リコプッシュ、これで、これで多分一撃ですわ。いきましょう。はいドン、これやばいぞ。これいきますよ、キラトマ。はいはい、あかっ、2万円目いきましょう。ルケチ3枚目、早くね。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ来たわ、トマトジュース来た。これかやるか、久しぶりに。うわーありがとうございます。僕が打ってるのを見て持ってきてくれたのかな、優しいな。だいぶでけえよこれ。これはいったの、トマトジュース打法できますね。一応成功率 100% なんでよっぽど大丈夫なんですけど、まあ試行回数1回なんで何とも言えないです。ではまあそれを今日確かなものにできそうですね。やろう、まあこれね、トマトあるじゃないですか。これをこうやってバンって押すのがトマト打法なんですけど、これにこれを組み合わせましょうか。これとこれちょっとこれ持ってもらいますすいません。でこれでまあリールが見えない状態で、まあ、第二停止でここにこれも揃ってるじゃないですか。わかります、これ揃ってるんですよ、これパンパンパンって。ちょっと俺離さないでおきますね。まあここはもうだいぶもう適当でいいんですよ、適当に押します。でちょっとそれ離さないでくださいね。でイメージしてください、みんなもイメージして。トマトー、オッケー、これでだいぶトマトをイメージした、ありがとうございます。じゃ徐々にいきましょう、ゆっくりいきます。怖い、頼む。じゃあ俺だけ見ないでおきますわ。ガーイ、言わないで言わないで、いくぞ、音でいくぞ。言ったろ、これがトマト打法だっつって言ったろ。ありがとうございます。プリプリキラーですね。プリプリキラーのトマト、ありがとうございます。獲得タイム数1000枚ありがとう。うわー2万1000円、まだいけるね、まだいけるね、まだいけます。よかった、行きましょう。ここから意味があるようでないような行動して、よし、こっから一発目に真ん中ベルがよくあるから、これ気をつけましょう。集中いきます、 OK、 いいレバー。さあチャンスよ、これもチャンス。いやいい、全然いい全然いい。うふ、やばい、あやべ、あやべ、いや全然大丈夫。ああっちあっち、よしよし、これももういったろ、 OK、幸先よろし、幸先よろし丸。ああ、オッケー、危ねえ、早くてよかった。こっからもう一回とりあえず、まノーボーナスっていうのさえ下げたら、こっからもうハイパーイソマルタイム、ハイパーイソマルタイムマックスでございます。やべえ、
この必殺技やっぱ強い、やっぱすげえな、やっぱ止まる打法勝率 100% だろ、これやってる最初から。まあでもあの差し入れで今のトマトいただいたんで、これいただいてなかったら多分俺は外してた。やぶね、やっぱ人間ってイメージすりゃ大概そうなるんすよね。大事なのはインスピレーション、最大獲得取れたね。さあこっからなんですよ、油断したらマジであかんから。まあ要はパチンコと一緒ですよ、核兵器転落行く前にボーナスを引け、簡単です、行きましょう。いい、やばい、これはねよくあるんですよマジで、これで落ちるのマジであるから、ここは集中ですよ。あーい、危ない危ない、けど全然リノマックスですから、これはまあまあセーフやったってことですよね、要は。まあ怖いな、もう一発ここやな。いやいや、まだ大丈夫、そんな簡単に落ちん。あー危ない、今のリプレイだったら俺もう戦慄してた。いやまだまだ大丈夫、絶対大丈夫や、そんな簡単に落ちん。いきましょう、大丈夫ですよ、いい出目ちょうだい、いい出目。あーまあセーフ、まだ生きてる。そろそろ赤を枠下で、ああいや怖い、いや怖い、あー怖い、やめてくれ、いやいや、あビュッて出た。ただこれこれねトマトの可能性もあるんですよね、しかもあれの可能性もあるから、一旦こっちテンパイ、あーオッケー大丈夫っす。いやー怖え、あーざす、あー危ねえ、そう簡単に落ちるかよ。でいやもうほんとどれだけ時間かけたと思ってんだ、そう簡単に落としてたまるかっていう話なんで、よしよしよし、危ねえ、危なかった。さあ行きましょう、ここからっすよ、集中。いやまあ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 全然、1ゲーム目が一番怖いから、チャンス、いいよ、全然全然大丈夫、全然大丈夫。うわー、熱い、いやありがとうございます、これはもういただきですね、ほぼ、あーもう大丈夫です、 OK、 サンキュー、あぶね、あ、OK、OK、 はい、はい、うわー、バーカ、まあまあ全然全然 OK、 いい指名ですね、あーだす。さあ行きましょう、3連目をかけた勝負、一発目のレバーが大事、行きましょう、丁寧に、いいレバー、よし、チャンス、いいぞ。いやー出る来そうな気するけどな、そんなに甘くはなかった俺、これかもしれんけどね。いやでも一応警戒しながら、はい、大丈夫大丈夫、あー怖え、いやでもまあ1回2回じゃそうそう落ちんよ、大丈夫大丈夫、あいや大丈夫、怖えな、でももう1回来ると、あーあああ脳汁出た、ありがとうございます、これいただきですね、あーこれ今のやばいっすね、今のめっちゃ気持ちいいわ、やばい今の、ありがとうございます、よしよしよし、いきましょう、いればよし大丈夫、1ゲーム目さえ超えたらもうなんかなんとかなる感があるから、いやもうリノマはやっぱ破壊力あるから、もうそんなしょぼれんじゃ終わらんよ俺は。いやこういうこともあるんですよね、合格率状態でもリプレイにね、まあでもなんかね今の滑りは大丈夫で、大丈夫でしたねな気がしたっていう謎のオカルトを言おうとしたんですけど、まだ大丈夫、俺はそう簡単には出ない、トマトの可能性あるし、あの下段のあのコインの可能性もあるんですけど、いやこれはリーチ目かですよね、はい、あですよね、リーチ目ですよ、リーチ目リプレイですよね、何が起こったか一瞬わからなかった、はい、ケーさっけワンダーフォー、オッケー、当
単ですわ。ああ簡単ですわ。いやーこんな地味な落ち方ある。うわー油断したなー。マジかー。ちょうどプラマイゼロじゃん。成り上がり。はい、というわけで行きましょう。オナロムラの野望に移動してきました。これぐらいですね。リノのさだま、いや違う、まあ命のトマトのかけらとでも言いましょうか。トマトのかけらが、いや残ったかけらで織田信長の野望でございます。これ北海道で一回打ってそれきりだったんですよ。ちょっとね別にねトマトの出現率というかトマトチャンスの出現率自体には別に悪くはなかったんですけど、なんかね今日はねリコピンが足んねえと思って違う感じがしたんで、このね多分今何枚飲んでんだろうな。ちょっとね具体的な枚数書いてないかわからんけど、まあそこそこへこんでる。 ART 確率600分の1。でも一応とりあえず僕はフリーズガール台に行きたくて。だからリノはフリーズないじゃないですか。だから今日ね俺引けそうな気するんですよ。ということで今日は、対抗検知で全員コンプします。まあ前も動画打ったね台の説明とかはまあいいかなっていうふうには思うんですけど、まあ周期ですね。周期で抽選するタイプで、リアルボーナスと疑似ボーナスがあって ART があって、 ART 中も周期が結構大事になってくるよと。まあそういう感じですね。結構レア感重たい。このディライトさんの台なんで結構レア感重いんですけど、僕個人的になんですけど日暮らしの絆大好きで、このディライトさんの筐体がめっちゃ好きなんで、まあ今日はちょっと楽しみたいなというふうに思います。そう前は対抗検知入れたんよね。そうこの天下ラブには行けんかったよ。天下ラブには今日は目指すは天下ラブですよ。さあ誰だ。はい、よく出ますねここは。かわいいね。燃えるわごちゃる。かわいい。この子俺のお気に入りよ。はい、まあ、残念ながら200万石では当たらず。当たるときは確かなんかいい前兆ステージかに行くとかそんな感じでしたよね。天井行こうか。まあ600万石なんで余裕っすよ。余裕なんだけど、まあ行かないに越したことはないというか行きたくない、行ったところでって感があるんで。ついなこれ。まああのまま数理の打ち続けてもよかったんですけどね。ちょっとやっぱフリーズを引きたい気分になっちゃったんで引くしかないっす。もう今日は引こう。もうああ降ってきた降ってきた。雪中降ってくるシステムありがとうございます。4万円目かな。マジか。さあはい、というわけで、まあ、ほぼほぼゼロから回したんで、天井ですね。はい600万石いただきました。まあここで当たりますね。さあこれがいわゆる90ボーナスでございますね。こいつに幾度となく翻弄されてきましたわっていうほどやけどね。まあこの最中にボーナス行くと ART 持ってこれるんでボーナスを引きましょうっていう感じやね。はい6勝終結の儀。まあ20秒間の間にポイントを貯めればいいんで、ポイント来たらお友達が集まってきます。行きましょう。ポイントが貯まってたらね、いいね。こんな感じでお友達が参戦しますと。まあベルは比較的ポイントを獲得しやすいと。まあそこまでか。まあでも 100% じゃないんですよね。でなんか5人ぐらいからかな期待できたの。
いや4人か、4人来ればまあまあまあ可能性は、可能性はあるっていう感じかな。きちーきちー、お、レックボーナス行きたいです。もう一人来い、もう一人。お、あ、売れるぞー、あらー、うおーい見たか、おい、行くって言ったろ、俺。よし、乗っとる、うおー、行く、俺、なんか通常時の SA、砂嵐が来るとフリーズだよみたいなこと書いてあったんで一瞬で反応できた。疑似ボーナス中に本日一発目のフリー、一発目とかないか、もうフリーズ、よし、これは白7やから天下ラブ行くんじゃない。織田信長特別なんだと、あ、ありがとうございます。絶対負けると思ったけど俺勝てんぞこれよっしゃー、え、対抗ゲージ投げだけなのか、ちょっと確認しますね。なんかフリーズが2種類あるんですよね。決戦の時は赤7揃いか、あ、そうですね、多分対抗検知行って天下ラブ行きます。天下ラブが多分なんかこれ俺天下ラブやったことないから分かんないですけど、規定ベル回数ってのがあって、なんかそのベル回数が多ければ多いほど多分チャンスなんですけど、7回がマックスなんですよ。でそれの選ばれる確率が 0.4% なんですけど、多分7回が選ばれるんですよ。で、え、なんだろうこれ、対抗検知はこれフリーズ経由だと最大ラブ率が 90% あるんで、あ、フリーズ、あ、これはレアクでフリーズか、ちょっとわからんけど、とりあえず対抗検知いただき、まあ LRT はいただきですね、そのレベル、投資の方が3万3000まくるぞ俺は、行きましょう。あ、一気当選も来た、これ多分やっぱ全部来たぞこれ。これだから一気当選なんで来たかって言ったら、多分疑似ボーナス中に ART を当てながら、あ、ボーナス扱いだからそういうわけじゃないか、まあ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 、これはループ率持った 66% か、66% 50% ぐらいで選ばれる特化だよね、ループが。まあそんなのなんけど、まあ行きましょう。さあ13で、この後ですね、この後行きましょう。いや、おったー、弱いー。それは対抗検知も光ったので対抗検知行くでしょうね。で多分対抗検知の後に天下ラブ行くと思います。全長検知から行くんから、いや、もうまあ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 、磯丸はこうですよ、マジで引いたね。しかもフリーズするってことはどうなんだろう。でもあれか、あのもう一個の赤7ボーナスの時のフリーズの発生率に設定差があるのかな。ちょっとおこの線で僕初めて見ましたね。いや、いいっすね、素晴らしい、やるやん俺。いや、このなんかなんだよ、俺フリーズへの察知めちゃめちゃ早かったの、そんな気がする。お、あ、売れずしたー、なんかちょっとそれなりにかっこいい歌が流れてるっすね。はい、さあこれで対抗ゲージいきましょう。おっぱいのサイズとウエストのサイズとヒップのサイズを測ってエッチなことをすると、あのお給料という名のゲーム数がもらえるっていう特化ゾーン行きましょう。恥ずかしいことしちゃうよ、磯丸変態目覚めちゃうよ、すいませんね。でなんかレア役で生まれて、まあ、フリーズすると結構熱いっぽい、行きましょう。あ、じゃあこの最中にね、行きましょう。さあここでなんかいっぱい集めなきゃダメなんだよな、友達を。ループ率がまあベルいかんといかんだよね。ケータイプーシュ、オッケー、おー、あー、ダメだったね。でまあこれでとりあえず、あ、いきなりドブだよ。お、あ、姫武将完全攻略だから最初からドブラなんだ、だから電絡みで絶対行くってことかな。ていうか規定の人数が1人選ばれるってことかな。さあ5で、はい、5、まあこれ乗せは弱いから気にしやんといて、はい、測っちゃうよ、はい、ナイスヘップいただけました。というわけで合計15、はい、弱いですね、これは4度、はい、行きましたよ。そしてフリーズ後発生、天下ラブいただきました。面白いねこれ、あ、やっぱりベルナビ7回です。平均
馬の背めちゃめちゃ高いんで、ちょっと行きましょう。どういう感じか俺やったことないから分かんないけど、あ、弱くないか。ベル行かなきゃいいのか。あ、なるほど、そういう感じ。ちょっと俺本当に初めてだから全然分からんんだけど、で、あ、これで出していくのか、これで乗せていくんか。なるほど、これをいっぱい出せばいいんだ。オッケー、頑張ろう。でんからん、こうベル引いちゃうとダメなんですよね。あ、いや、これ大丈夫なんだ。落ち順ベルがダメっぽいな。オッケー、あ、フリーズした。これは多分上乗せる、あ、バーゾロイチのフリーズみたいな感じかな。何、むちゃくちゃなんだけど、よくわかんねえことになってる。引いてないよな。これは何のフリーズですか。長すぎませんか。え、これリアルにもっぱつ振りすぎた。え、同じフリーズを俺2回引いたってこと今。ちょっと待って、俺マジでこれやばいやばいよ、よくわからん。え、今同じフリーズ2回引いたですよね。おかしいよな、なんか天からめいくよ、これこれはやばいぞ俺。ええ、ちょっと待って、何、ついてけへんついてけへん。でも決戦のフリーズではないっすね。私と一人で、あ、これが天下踏むフリーズだ。あ、栄光の使いと天下踏む。これやばいことしてるかもしれない今。ちょっと待ってやろう。出そう。残りゲーム数1000ぐらいにしよう。いやこれやべえぞマジで。何分の1かちょっとよくわからんけど、あ、まだ続くんだ。そんでこれはいっぱい出さないとやばいでしょ。なんかバーゾロイと同時にフリーズしたから俺何がなんかそういう上乗せのフリーズみたいなのかなと思ったんですけど、いやこれは大丈夫ですね、はい。いやこれもやばいね、もうお札だもんね。あ、セーフセーフ、これはセーフ。いやこれめっちゃめっちゃ揃うぞ。やべえやべえ、まあ10ずつやからちょっとしょぼく見えるけどね。100とか乗らんのかね。これはまあもったいない。いや大量に乗せましょう。青も赤も変わらんな。あ、ごめんなさい、すいません。ちょっとね、このバーがちょっとだけ見えにくい。お、レインボーカットインみたいな出ましたね。乗るゲーム数多いとか、え、外れんの。なあ、外れてからか。なんか固まってますよ。何、どういうこと。はい、レアークってこと。あ、三条ゲーム乗りましょう。よくわかんねえよ。よくわかんねえけどありがとうございます。いやもったいないっすね。いやもっとガンガン乗せましょう。これちょっと俺これやらめちゃ相性いいんじゃないのかこの台。俺もしかしたら、いやこれ楽しいぞ。いやいいですね、リズムでいきましょうか。いやいいリズム。おお、20もあるんですね。ちょっと待って、これさ帰れんくね。いや分からんけど、あ、調子乗るところだからあかんね。あとベルナビ2回ですね、狙うのです。まあ、タイガー外れ、あんま外れることはやっぱないな。やべえ、あ、レインボーカットイン、これまたフリーズんじゃない。あ、普通揃った20だ。またレインボーカットイン、やべえやべえやべえ。昨日から俺上乗せすごいな。やーやー、壊してんじゃないこれ結構。わかんないけど。10、あ、やばい。さあラストラビ1回ですね。これ平均以上はとりあえず乗ってるっぽいですね。やっちゃった、終わっちゃいましたね。あ、違うわ、レアヤクエロい。
いやこれ今の嬉しいっすね。さあ10。いやこれ点からも面白いぞ。何がどう点からもなのかよく分かんねえけど、そんなことよりも俺はフリーズを2回引いてしまったことに驚きを隠せない。あーこれは終わったっすね。あまだハテナなんの。終わらんぞこれマジで。大丈夫か。ちょっと待って、ちょっと見えにくいかもしれんけど今めちゃめちゃ乗ってます。いや思いっきり外れましたよ今の。これ今日揃ったんじゃない。センスっぽいな。あ斜めに揃うんだ、こういう揃い方もするんだ、エロいなこれ。これはあ終わりましたね。というわけで435ゲームかな。何これ夢から覚めて、あ420ゲーム上乗せでございます。そして見てください、これネクスト県対抗検知ってなってる。これ元からこうなるのかどうか分かんないけど、ちょっと行きましょう。あ続きからなんだ、それかこれがフリーズ分のあれなのか。え絶対ああなんのかな、ちょっとよく分かんねえマジで。ちょっとよく分からんけど頑張りましょう。はい行きましょう。これまたちゃんと全員やんないと点からもいかないのかな。あ赤いですよ、赤いですよ。10でかい。はい5で、20ゲームですかね。はいでまた対抗検知と OK。 あーレア役があかんのかい、これちょっとヤバそうだな。いやーやっちゃったっすね、クソしょぼいな。え合計455ゲームで終了。これフリーズはなんか別に大したことないのかな、どういうことなんだろう。フリーズは点火ラブイコールじゃないのかな。終わってなかったみたいです、続きましたね。よかったっす。いやまだまだ上乗せするよと、まあ、これ自体はしょぼいですよね。結局多分点火ラブ入れないとダメなんだわ。はいで15ゲームか。まあ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 、さあこれベル行かないとダメなんですよね。赤なんで大丈夫だ。オッケーオッケー、ここで捕まえときゃ楽だぞ。ダメで、はい検知。いやーナルティだね、やばいよこれ、やばいよやばいよな、これやっちゃってるよ。はいで15ゲームプラスと、さあもう一回捕まえましょう。いやこれのループ率がマックス 90% か、それを持ってこれるかどうか分からんけど、あー終わりましたね。合計485ゲームどうなんだろうな。あ終わったわ。でまた黒ナビが来てますね。で、まあ、とりあえず残り512ゲーム、これフリーズ分の対抗ゲージまだ来たら もっぱつ戦からも入るってことですからね。それはなさそうか、さすがに。あのフリーズは一体何だったんですかね。フリーズ行けば多分点からもには行くと、まあ、これでも全長入ってますね。これもう一回対抗ゲージ飛んできたら、あれは正規とした歴史としたフリーズだったっていうことですよ。いやこれ行きそうだな、当てんかどうらん。まあ、勝てば、技術ボーナスか。あ今レインボーでしたね、確定ですねこれは、勝利確定。えこれやっぱフリーズちゃんとしたやつでもう一回対抗検知行くかも、でまた天下ラブに行ってっていう可能性はなきにしもあらず。さあこれで行きましたね。はい行きましょう。いややっぱそうですね、これやばいぞ、これほんまにやばいぞ、俺やっちゃってんぞこれ。行きましょう。あでもこれノブナじゃないのか、どういう感じなんだろうな。まあ対抗検知だけだと弱いよね。ああでまあこれなんかどれ天下ラブの振り分けが1人か3人か6人かみたいな感じで振り分けがあって、でだからまあ1人選ばれてたら絶対行くってことだね。はい
15ゲームですね。レバー叩いたけどフリーズするんだわ。こういうことなんですわ。やっぱフリーズでしたね。これちょっと俺人類史上まれに見るぶっ壊しっぷりやぞ。あ、今だいぶ滑りましたね、まあ、斜め揃い OK で、あとはベルナビ何回か、あ、ベルナビ3回だ、2回じゃないっすね。あ、で7回じゃないっすね。ベルナビ3回みたいな、2回が選ばれてる。まあさっきみたいな馬出しは多分できないっぽいですけど、弱い、あがんこともあるよ。いや青はきついか。オッケー、これでとりあえず100は乗りましたね。ベル1回でだいぶ頑張ってる。あー、なんだこのナビは。まあベルではなさそうですね。リプレイ、なんでピンクだったんだ。やばいですね、これ多分もうないんで、多分次ベル引くと終わりそうですね。さすがにレア引いても結構このカットインで告知されそうだな。これでももうまくったろこれは。さすがにほら、やばい、やめて、くー、続いたってことはもしかしたらあれ表示はあれでしたけど7回の可能性ありますね。 OK、 レインボー OK、 20、あ、終わっちゃったっすね。いや多分7回だこれ、これほんまに7回だ。黙々と乗せていきます俺は。あーやばい、でもな多分続くと思います。あーほら、いやな、もったいない、これはやばいな、これはもったいない。多分普通に7回ですね、振り分けが7回、普通に電ガラム入ったときは7回選ばれる確率 0.4% です。いやー油断してる俺、多分もうあと1回ぐらいしかないと思う。うわー、 OK、 10、やばい、これで終わったっぽい。いや終わりましたね、255ゲーム乗りましたね。いやー多いような少ないような240ゲーム上乗せでございます。で対抗ゲージに戻るってことか。なるほど、だからここは絶対ネクストなんですね。行きましょう。で、あ、これあと3人、え、敵やんこれ、敵将捕まえましょうか。いやー、わー終わるっぽい、赤、よし、これで継続ですね。いやー、パイオツでかいよこの子は、絶対5cm じゃないけどね、戦士とは言ってないか。さあ15ゲームいきましょう。さあこれ3人捕まえたらどうなるんだろうな。いやーやばいか、あーダメですね、270ゲームは乗せで終了、残り770ゲーム。これはねぶっ壊したよ、マジでマジでぶっ壊してると思う。でいないんじゃない世の中にこんなに速筋でフリーズ引いたやつ、確率知らんけど案外当たりくんのかな。うおー、しかもここでこれはめちゃめちゃ偉い役ですね。はい、50万石で、これ何が強いかってゲーム数持ってると、あの歩けば歩くほどあのこうやって極数進んでいって周期で馬の修正するんで、もういよいよ終わんなくなるんですよね。やっぱもちろん結構外れるとは思うんですけど、まあね、レア役でここを進めるってことだから、いやー俺はやったよ俺、まさかのフリーズの恩恵中にフリーズさせてしまったわ。おお、これですかね、はい、30万、これだからもう2周ぐらい回ってますよ今、もうわけわからんことになってません、ね、これやばいっすねだいぶ。俺は足ガクガクしてるんですけど、いや今日はリノじゃねえ、そんな声が聞こえたんだわ。おお、ヤボーナスの出現率設定1度も245分の1だぞ。ああ、ようやく
当たった。今本当に合ってる確率調べてなんですけど、これやばいですね。ようやく弱点集めから1回目ですね。遅すぎる。 OK 行きましょう。安全告知しましょうか。はい、シャッターが閉まれば期待で 33% ですかね。告知はされなそうだな。おー、されたされなそうって言った瞬間そう取ったわ。33% で大体大貢献値が取れるっぽい。これは全設定共通。通常時からヤボーナスから、ART につながるのが一応設定されるところ。なんでまあ設定狙いするんだったらチェックすべきポイントではある。まあ、ようやくボーナスいけたからな。ここからガンガン引いていきましょう。多分残り500ゲームぐらいまで減ってる気がする。さあ120枚獲得、693枚いきましょう。あ、これちょっと待って、これ高設定出やすいやつじゃない。あ、これですね。偶数資産プラス高設定資産も一応ありますよ。これどれぐらいで選ばれるかとかわからんけど、まあ行きましょう。はい、天下フブラーシ。はい、本日初のこの画面です。でまあ一応今ので対抗検知もストックできたんで、ここからまた上乗せが始まると。天下の馬まで入れましょう。簡単じゃないけどな。多分3人は捕まえやんと、3人捕まえたら多分 13% ぐらいには天からも行ってくれるっぽい。ゲータイプーシュやれー。デビルサバイバーだけじゃねえぞ。行きましょう。あ、レア君行ってます。ヤボーナス行きましょう。さあピンクラビー、これは取れたってことかな。取れてないのか。何のピンクラビーだったんだ今の。はい、まあ、これは絶対保証の分で言ってくれた感じかな。さあここからですよ。ここからベルを引く。やばい、これは多分ループ率が低いんだろうな。はい、15ゲーム、あー続いたー。取れてましたっていう感じかな多分。よしよしよし、あと1人いけばまあワンチャン 13% ぐらいでは天からも言ってくれますね。オッケー、これで30ゲームとりあえず乗ってますね。取っとけ、赤は大丈夫だよ。よしよし来い。さあここで行け。天下ラブはない。じゃあもうこれ6人全員やるしかないですね。いやー終わったー。30ゲーム、あ、45ゲームですね。よし、いい継続率なのかもしれない。さあこれで10ゲームかな。よし、でけでけでけぞ。いやでけ、あらすあらすあらす、これはあざしたわ。なんでピンクナビなんだ。20ゲーム、さあ行きましょう。謎のピンクナビだな、あそこ関係ねえもんな。いやなんか今音が鳴った気がした。全然関係ないか。はい、65ゲーム続け。でやおら、これ6人いけるぞ。天からもいけるぞこれ。ではナビなしチャンス目よ。じゃあ20でいけ。ボーナス持ってこい。ボーナスは無理か。さあというわけであと1人ですね。いや、おっとこれを、あ、リプレイか。 OK、 30ゲームいきましょう。50点、うるさい。さあこれ捕まえよう。いやいや力が入る。あー、レア更新頼む。間違っていってくれ。95ゲームいきます。ダンク。あベルいけんかったらそりゃそうなるわな。今の言ったらね、まだまだ天下ラブできるとこやったのに。まあそうそう簡単じゃないってことですね。さあ頑張りましょう。残り622ゲームですね。獲得枚数は757枚。あ、そういうことか。ごめん、分かった。対抗検知あるじゃないですか。あれサイズが6人出た時点で振り分けは6人ってことってことですね多分。あれ3人の時だと振り分け3ついけば天下ラブ行きますよってことで、ノブナの時は確定で行くってことやね。だからノブナの天下ラブの後に1回戻った時3人やったの、あれ行けばめっちゃ熱かったんですね。
工場ゲームですね。多分ボーナス当たってます。 OK おいやー OK 普通に入場ゲームですね。 OK やっぱ A プラス RT はこうでないとね、ボーナスに意味がないとね。さあ1444枚、じゃあボーナスいけるようになってだいぶ楽になってきたぞ。OK 行きましょう。これがストックしてる分の第5ゲージ3人、まあ6人ですね。おいよ OK、 ここでもう1人ぐらいストック、おっと波なし、ダメか。お3人で変わった、これめっちゃチャンス、これ3人倒すしかねえぞ。3人倒したら天下ラブですからね。よし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 行きましょう。お固まった、いった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 、よし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 、3回目かな本日。 OK、 これマジで帰れんな、マジで帰れんくなんぞ、残り旅は3回やね。さあこれやばいぞマジで、帰りの電車あんのか。いやーもったいないもったいないもったいない、いやもったい、これはやばいな、あーつ、ありがとうございます。いやーラビナシーなんで、うわーつ、9 10、やってもうた、やっちゃいましたね、というか1回選ばれてたんですね、やばいな。さあ残念ながら終わっちゃいましたけど、100ちょっとかな、まあベルナビの回数に依存しますからねこれは、まあこんなもんでしょう。さあまだ続きいきましょう。150ゲームあるせんしょうがないっす。ただ残り644ゲーム、マジでこれ終わらんわ、やばい、これは終わらんわ、やばいことになってきた。はいはいはい、2000枚突破というわけで、まあ今はちょっとこれ一旦とりあえず置いといて、まあまだめちゃめちゃ早く打っちゃうんですけど、とりあえず周りのドラマ紹介の方途中にちょっと挟んでいこうかなというふうに思います。ちょっと周り見ていきます。成り上がり、はい、というわけで今ノブラ打ってる最中なんですけど、まあちょっと今ドラマ紹介していこうかなというふうに思います。で外線もまあまあまあ、まあ、外線は弾ついてますね、まあ、一撃っぽいのもあるけど、まあ間違いなく。でこっちが絆、まあ、絆はいいっすね、まあ別組ももちろんありますし、上にもアベレージ高い感じかな、だからロックとかっていうよりかはなんかアベレージが高そうな気がする。でチャバ強いっすね、結構チャバが全体積んでます。でハーレスこっちもぼちぼち出てると、でこっちもバラエティコーナーなんですけど、バラエティコーナーはね、まあ地獄少女が1台めっちゃいいグラフで、もうワラテルスマンもめちゃめちゃいいグラフ、バロス多分奥まで結構強そうな感じで、番長3は6っぽいかどうか分かんないけど、まあまあまあ球はいい感じですね。あカラオケ強いな、まあマロエも良さそうですね。でゴーエモンもまあカード、まあそんな感じかな、まあ、マロ2がめちゃめちゃ強いのかなっていう感じですね。はい、てなわけで、まあまあ、今から打ってる最中なんで、残りゲーム数500くらいあるんで、今日もさっと紹介したいなというふうに思いましょう。急ぎましょう、行きましょう。はい、というわけで、ドラマ紹介終わったんで、まあ、そのまま行きたいなというふうに思います。まあ、バラエティも弾突き出してって感じはね、まあ、僕の方はこれ一撃ですけど、まあ、一応こう設定したも出たっちゃ出たが、どうなんだろうね。うわー、なんでボーナスいかん、ボーナスいってたら天下大平になってるんで、これなんか超もったいねえ。あ、でも極はめっちゃ進んどるだ。さあ開始いきましょう。あの
ね、横の方のオダラムネも吹き出したんですけど、あのね、獲得ゲーム数、あ、残りゲーム数がね、ボッコされてます。で、ボーナス引きまくっとるんで、デラムも追いつかれてるっていう、僕どんだけ遅いねんっていうね、めちゃめちゃ遅い僕。はい、ボーナス、OK。イベント発生。さあ、3000倍突破、素晴らしい。さあ、どうかね。はい、携帯プーッシュ、 OK。 さあ、対抗キャッチ行ってきましょう。ドン、 OK、 行きます。まあ、これは絶対取れるんで、はい、最後。まあ、本当基本は15ゲーム、ああ、15ゲーム以上乗ったわね。はい、さあ、20でいけ。うわ、ボーナス。これなんか恩恵あったぞ。なんか恩恵なかったっけな。ちょっと待ってくださいね。なんかこれボーナスって結構引くタイミングによって恩恵があるんですよね。はい、あ、対抗現地をストックか。なるほど、よかです。いや、またこれ出るな。結構これ出ますね。317、ほんまにあんのかな。2000枚飲んでるけど、行きましょう。さあ、天下踏む、ラッシュ。さあ、対抗拳中に引いたから、対抗拳中、これうまいですね。この枚数を減らさずに速攻行くと。行きましょう、続きからですね。あ、測る続きからなんや。はいはいはいと。はい、30ゲームだいぶでかいっす。はい、やっぱなかなか取れんよな。勝ててレアがいくのもなかなか難しいんで、ちょっときついっすね、やっぱ30で。これまだ全長経由して対抗ゲージですね。まあ勝つんでしょうね。はい、 OK、 行きましょう。今日もう何回入ったかわからん。人数は6人。はい、さあ行きましょう。よし、なんかそんな気はしたんですよね。よし、いや、素直に言ってくれよ。で、まあ45かな。さあ、ここからですね。あと、これでいいですね。50乗りましたね。今の、まあ合計50ね。おーい、なんか勝てえなと思ったんだ、これなんか押せねえなと思ったんすわ。行きましょう。ナビは3回かね。はい、滑ると。あ、やべやべ、いや、油断してる、これやべやべやべ。え、乗せなしてあんのかな。やべやべやべ、乗せなしてないで、一回揃ってるから。出せ出せ、よく俺500とか乗ったな。行きましょう。ダッサ。てか3人、これでも3人選ばれることありますね。やっぱ下までショートしてまーす。さあ、 OK。 うわー、やばい、これはもうやばいぞ。もういけいけ、これ対抗ゲージストークですね。もうこれすんごいな、これ。やばい、これこの台のポテンシャルを引き出しまくっとる。テンカラム、てか多分テンカラム中にボーナス行くとナビ7回まで格上げみたいな感じだった気がするんですよ、恩恵が。だからもうちょっとタイミングずれてたらめっちゃもうやばいことになってたのにな。そう、まあいいや、十分十分、いい引きしてるわ。いや、いい、いや、合計105ゲームですね。まあまあ上出来でございます。残り155になりましたね。余暇でございます。4000枚ちょっときついか。ボーナストントントンと引き上がって感じやな。さあ、全長が早い。
旅なし。あれやっか。さあエピソード、これまた大貢献じゃ。あ、ストック捨てたもんね。そういえばそういうことか。何が起こったかと思った。はい、サンキュー、行きましょう。はいよー、行ってらっしゃい。分かっちゃいます。ストックの人じゃないんかな。行きましょう。あ、ダメでしたね。30ゲームで終わりました。さあ残り169。おお、パチパチゴロよ。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、これで4000枚いただきました。ありがとうございます。戦いには負けましたけどね。いや、全然 OK、 全然 OK、 やりがてえ、マジで。さあ残り5ゲーム、まあ長かった長かった。天下フブラッシュが今終わりを告げようとしているわけですけれど、いやもう本当感想はね、まあ、エンディングで言うとして、もう本当今言えるのは感謝感激雨嵐ありがとうございましたという一言だけでございます。ありがとうございました。このあっさり終わる感じが好きよ。おい、まだ終わらないんだわ、十何回。はい、まあ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 、せっかくいい感じでね今終わらそうと思ったんですけど、余計乗り上がったっすね。まあありがたいですけど、なんやねん、一回で終わらせろ。はいよ、なんやねん。オッケーオッケー。ほらもうすんごいだ。ですよね、取ってたってことですね。オーケー。まあ4000枚超えただけでも全然オッケーや。もう欲をかいちゃいかん。はい、ほんまに終わりやがった。俺まだあると思ってたのに。4377枚、1552ゲームで終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい。で、まあここからね、興味のある方は天国回してもいいんですけど、僕はもうだいぶ満足してるんで、このRT状態が終わったら、やめたいなというふうに思います。いや十分ですよ、こんだけ出りゃ十分。どこの騒ぎじゃないっすよ。このアドバンテージももうバックアウト、バックアウト。というわけでありがとうございました。いやもう最高、めちゃめちゃ良かった。もういい思い出が作れました。ありがとうございました。成り上がり。どうもフリーズ男磯丸です。お疲れ様です。はい、というわけで、まあ本日、まあ抽選番号はまあなかなかいかちい番号、台数のギリギリっていう番号で、あやべえ選べないなっていう状況、まあ案の定選べず、まあ、ジャグラーオアスーパーリノって感じで、まあそれだとやっぱもちろんスーパーリノ面白いですから選択します。でまあね、トマトチャンスはよく来るんですよ。まあぼちぼちよく来るんですけど、まあ決められない。まあバーンダホン無理やし、ねまあ、隠してリンゴ打法、あ、リンゴチョウ、リンゴチョウ、危ない危ない、トマト打法は全然、ねまあ、刺さったんですけど、まあ、なかなか伸び悩むというか、出ずみたいな感じで、動画的にもね、ちょっと、まあ、液晶ないので弱いかなって思って、まあ、空いてた台が本当になくて、織田信長と、あと何空いてたかな、初当たり確率600分の1ぐらいのコンモンチャマとか、が空いてて、まあ、それだったらちょっと、まあ、信長前回ちょっとうまくやれんかったし、行こうかっていうので打ったら、これまた天井ですよ。ああ、もうダメだ、もう絶対勝てない。多分見てくださってる方も思ったでしょうね。ただ全然。起こすんです。私、砂嵐を、これをやるんです。というわけで、2回、奇跡の、しかもフリーズの恩恵中にまたフリーズするっていう、なんか僕自身もちょっとついていけてない感じだったんですけど、それの恩恵で、天からぶしまくっちゃって、もうね、まあまあ、まあ、今は本当にさっき今帰ってきたばっかりなんで、感無量の、なんて言うんだろう、気持ちがすごい、ぶわってなってるんですけど、まあもう、言うことはないですね、もう打ち納めって、いや、まあまた打てよっていう話なんですけど、まあもう正直全部見れたんで、あ、まだごめんなさい、決戦だけ見れてないですけど、それ以外全部見れたから、しかも獲得枚数も4000枚オーバー。4400、あ、4000、ごめんなさい、名前だけ、めっちゃすぐ忘れるからな、4380枚、ごめんなさい、4380枚回収して、もう満足も満足で、もうすごい嬉しかったですね。なんか前回打った時も、面白いなっていうのはやっぱ分かってたんですよね。ゲーム数持ったら終わんねえなっていうふうに思ってたんですけど、まあ今日、まあもちろん終わったんですけど、
やっぱりそのイメージはできましたよね。ゲーム数さえあればゴクスループできるから、あゴクス回せるからまた特化ゾーン入ってみたいなっていうループがやっぱりイメージできたし、まああと対抗検知の認識なんですけど、まあ、あれはもう特化ゾーンとして見るんじゃなくて、あくまで天から上のチャンスゾーン、チャンスゾーンなのに上乗せもついてくるっていう認識の方が楽しめるのかなっていうふうには思います。ただじゃあ上乗せどこにあるんだよってなっちゃうんだけど、まあそこはね天からぶで爆乗せ、まあ、僕の見てもらったと思うんですけど1回だけ10ありましたよね。あれだけやらなければいけんのじゃあ、まあやっぱフリーザ強烈でした。本当にそれを2発も引けて、もう本当に今日はいい夢見ながら、織田信長の横にあった戦乱神楽同人誌検索して抜いて寝ようかなというふうに思ってます。お疲れ様でした。